おはようございます。今日はですね、山紅葉の11番こいつじゃがじゃんと、はい、今日こいつのまあちょっとした手入れやっていこうかなと思います。はい、ということでアングル変えて早速やっていきましょう。今日触っていくのは山もみじ YMJ の11番でございますというところで、こんな感じの立派な足元を持っております。ミニ山もみじの素材、これね、気楽回転でゲットしてきた素材を走らせ続けて太りを得た、ちょっと太ったって感じですねの素材でございます。で、裏面回るとここでっかい傷跡があって、これあれですね、あのちょっと枝落としてみたらなんか焼けっぽいのが入ってたんで、ガリ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 削ったら大きな穴が開いちゃった。で、その穴を塞ぐために枝走らせて塞ぐことができるかみたいなことをやってたんですけど、だんだん塞がってきて今こんな感じになっているっていったところでございますと。で、これまあ内側ちょっと見てみたら分かると思うんですけど、出てきた瞬間、新しい芽が今年の春出てきた瞬間に強い日差し、真夏日に当たって、でやられ、でその後また新しい芽が横からその上からさらに吹いてきて、まあパッと見ね、山もみじの綺麗な葉っぱが外側表面に出てきてるといった状態、中はねちょっとやられてます、こんな感じで。で、今日やりたいのはあのね、枝がめちゃくちゃ密集してるんですよね、中こんな感じで枝が密集してて、まあこのままだとこの枝の付け根がまあコブになってしまいますよっていうところで、いらない枝をね外していこうかなと思っております。まあ目摘みももちろんやんなきゃいけないんですけど、いらない枝を外した上で、なんだ、走らせたいっていう気持ちもあるんで、一旦目摘みは置いといて、走らせなきゃいけない枝はどれかっていうのを見つけ出していこうかなと思っております。じゃあアップにしようかな。はい、こんな感じでアップでやっていきましょう。で、一番最初に気になったのはこの部分ですね。この部分、これ全部はいらんだろうと、さすがに今後ね、どうあがいてもここはさすがに全部はいらんなということで、これを減らしたいっていうところで手に取ったのが一番最初で、これとかもやられてますね、新芽がやられてるんで落とします。あ、やられてなかった、上に行ってたんだな、見えてなかった、見落としてたけど、まあいいや、取れない。よ、生きてましたね、がっつり。これは失礼したけど、いらない。で、あと木の、なんて言うんだろう、本筋とは違う流れ、幹に向かって流れているこの枝もいらない、落とします。これも生きてますね、短い枝ついててちょっともったいない気持ちもあるんだけれども、これを残してるとダメになっちゃうんで落とします。心を鬼にして、こいつもいらない。こうやって枝数を、ね、減らしていきましょうか。で、まあ悩ましいんですけどね、これいるか、まあいらないんだけど今は、後々はいらないんだけど、これいや落とすか、落としとくか。本当はね、こいつもいらないんですよね、いらないんだけど一応取っとくか。お、すごいですね、これここで2つに分かれてんだ、ここで3箇所に分かれてますね。ここから左右から吹いてきてくれてるんで、これ真ん中落としてあげればいいんじゃないの、これ真ん中ちょんと、おお、よっと、こんな感じで押さえてあげる。ここも一緒っすね、ここも綺麗に両サイドから吹いてきてくれてるんで、真ん中落とせば樹勢を落としてあげるのと一緒に枝も綺麗な二股に、短い位置で二股に分かれてくれるというところで、いいよ、まあいいか、最後に掃除しよう。
こっち側はまあ一旦この程度で止めておきましょうか。3つ残しですね。うん、最終的にはこれも使わなくなりそうですけどね。こいつもどうなんだろう。一旦今はこれぐらいで止めておきます。で裏に回りまして、裏もまた混み合ってるんですよね。混雑。これは置いとこうか。この枝は走らせても面白そうだしね。取っときましょう。こいつで内側に向かってるこの枝、これじゃないよ、これは枯れ枝。それの中、こいつ、これはいらんでしょう。内側に向かってるんでね。いやー細かい作業。こうカメラをね今アップにしてるんでちょっと分かりづらいんですけど、細か細か。そして僕自身も今実物じゃなくてカメラの映像を見ながら作業してるんですげえやりづらいです。遠近感が全くつかめない。これなんだ、これ撮りたい。邪魔邪魔、枝が見えないんで。ん？え？どうなってんの。撮りたい。おーボケた、ピンボケ。よしで様子を見る。これもいらないですね。これも内側に向かって生えてきてるんで除去するでしょ。で残ったのが3本あって、これも2本同じ場所から出てきてるんで片方いらないでしょ。まず最低限、最低限片方いらないんで抜く。ついでにその下の方から出てる芽も抜く。よし抜けた。で今2本残し。2本もいるか。やっぱ上いらない気がすんな。上いらない気がするんで上抜いとこうかな。ここね、これいいでしょなくても。でだいぶすっきりしたんじゃないかなといったところで元に戻してみて眺めてみる。おお、かなりすっきりしましたね。これ残したけどかなり弱ってますね。この芽、こいつはもしかしたらそのうち溶けてなくなるかもしれないですけど、まあ一旦置いていきましょうか。おーすっきりした、気持ちいい、最高っすね。ここがかなりすっきりしました。でここは OK。 あと上っすね。この時点で8分ぐらいの動画になってるんで、あとは早送りとかでやりたいんだけどなかなかね難しい。ここは見どころいっぱいだな。これちょっと近いな。これ取っとくか。混みすぎ混みすぎ、ちょっと混みすぎっすねこの辺。こんな混まなくていい。もうこっから枝先、全部の枝先をねほぐれさせたら大変なことになっちゃうんで綺麗にしていきましょう。ちょっと混みすぎなんでね。この枝めちゃくちゃ徒長してますね。多分これが上にビューンと伸びてるやつでしょう。ここに第一関節ありますね。これ抜きましょうか。これはいらないな、抜いちゃう。よっと取れた。うん、すっきりしたね。もうちょい抜きたいね、もうちょい抜きたい、もうちょっと抜いていきたい。これちょっと角度悪いですよね。ここにその角度の枝いらんわ。これ抜こう。おいっとゲット。
いいね、節間短いね。よしよし、ちょっとすっきりしたぞ。裏に回ってこの枝ちょっと出どころおかしいというか、なんか変ですよね。下に真下に出てボディにぶつかってそのまま左に伸びたっていう感じか。こっから見たらこんな感じになってて、いかにもこの辺りから枝出てそうに見えるんだけど、正面から見るとね。だけど裏に回ってぐるーって見ると実はこんな感じになってる。ちょっとこの枝な、残しとくと後で嫌味になりそうなんで、こいつは落としましょうか。バツッと、で残った枝がこう。ここもちょっとすっきりさせたいですね。これも逆向いてるんで、これは落としましょうか。こいつね。あとはこの枝の先かな、こいつ。これもちょっと逆向きなんで落としとこうかな。よっと、立派な葉っぱついてたわ、でかいのが。ほい、少しすっきりしてきたね。ここで一度引いてみましょう。引いてみる。こんな感じ、うん、だいぶすっきりしましたね。ちょっと見づらいか、こんぐらいで、うん、かなりこの辺もすっきりしてきたし、ここもすっきりしたし、いいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうか。でこれぐらいまで枝を減らした時に、本当はもうちょっと減らしたいんですけど、一旦置いといて、今芽がねだいぶ徒長してる部分があるんで、走らせる必要のある枝とそうでもない枝が見分けがつくようになってきたんで、例えばこういう枝走らせてもしょうがないんで目摘みします。はい、できればねこの傷巻きたいんで、この傷に直結するような部分、例えばこの辺から芽が出てきてくれるとがっつり走らせたいんですけどね、なかなかそううまくはいかない。しかもこの部分って肉巻きしてきた部分なんでね、ちょっと新芽は出てこないんじゃないかなと思っております。だから今年走らせるのはこれかな、こいつ、この枝を走らせていこうかなと思うんで、こいつね、これは芽切りしない。で隣にいるこいつらを目切りしていきましょう。これでちゃんと力を乗せる、強いやつに、走らせたいやつに力を乗せる。で残りも走らせる必要がないんで、目切りじゃない、目摘みやっていきます。これ走らせるか、走らせる必要あるか。1の枝これ以上太ってもしゃあないしな。これは止めときましょうか。おいっと、でこの辺も止めておきましょうか。おいっと、で裏にもこいつなんか走ってるやついるね。これの出所はどこだ、いた、これだな、こいつ。こいつを走らせる必要があるかっていうと、走らなくていいんで止めます。こんな感じかな。オッケーオッケー。で上から見たら今これだけが芽が残ってて、で他の芽は全部止めたんで、おそらくこいつが走ってくれるでしょう。ダーッと走って真上にギューンと伸びて、できればこの辺の肉巻きもその影響で活性化してくれるといいな。今年こいつ走ってもらって、さらにボディの太りを得ていきましょう、といったところで、残りちょっと掃除します。はい、ということで枝の整理と、あとちょっとボコボコしてたところは削ってカットパスタペースト貼っております。ここもね太い枝あったんですけど落としてみました。動画がいてすいませんね、映してなくて、はい、
ということで最終的にこんな感じになりました。春に芽吹いてきた時に真夏日でやられたこの新芽たちがちょっとずつ顔を出してきたんで見栄えは少し悪くなっちゃったんですけれども、まあまあまあこれからね少しずつ回復していってくれればなと思います。もちろんこの葉っぱが今から綺麗になることはもうなくって、この縮れた葉っぱたちなくって、新しい葉っぱが出てきたらそれで建て替えるといった感じですね。という意味で綺麗になってきたらいいなと思います。だいぶすっきりしましたね。まだまだ抜いてもいいとは思うんですけど、あんまりやりすぎてもあれなんで、結構抜きましたよ。こんな感じでこの木の大きさにしてはかなりの葉っぱの量抜いてるんで、まあここからまた元気に吹いてきてくれるでしょう。でこいつに関してはガンガン走ってってくれればなと思います。はい、そんな感じで本日の作業は以上です。山もみじの11番でした。はい、本日の作業終了でございます。山もみじの11番、枝が混んでるところを抜いてみたんですけれども、かなりすっきりしましたね。この芽吹き立ての瞬間からうわ混んでんな、これ本当はこの感受姿になった時にしっかりやっとくべきだったなと思いつつも、やらずにそのまま放置してて、で実際葉っぱが出てきてさらに胴吹きとかも始まってうわーって混んじゃって、で今あの葉っぱが出てきてやりにくい状態でやっちゃったという感じでございますと、できればねこの感受姿になった時にこの辺整理できるようなスキルがあればなと思ってるんですけれども、まあ難しいですね。はい、そんな感じでございます。じゃあ本日の作業以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆様盆栽楽しんでください。バイバイ。